ていた。下宿先またフリネザ言ってるな。で、こっから利用したコミュニケーション定時部で流れ行ってた際から、混戦、今どこ、今は立山駅です。 JR 内房線立山駅。43、47、ここはあの現在地はすごく言いやすい、駅名言えば済むから。で、ちょっと乗りました。すっきり。ちょっと待ってください。今止まってるから今のうちに iPhone4 の Google マップを使って、浜金谷までの、金谷港までの距離をちょっと見ときます。多分手前でどっかで輪行することになりそうですけどね。でもこっから内房線で行くとかなり時間かかるんですよ。あと海沿いといってもそこそこデコボコはあるから。ブザー、いつの時代だろう。ここへの道順で現在地から23キロ4キロってとこか。今2時3時前だから23、2時間。あ、意外と日が暮れるまでに間に合いそうな感じがする。30キロもないですね。じゃあとりあえず北上してみよう。雨雲見ながら。ちょっとまた日が出てきたって一瞬だけだなこりゃ。どこ行くの、うん、どこ行くの。25キロくらいですね。今ちょっと内陸にショートカットする道が出たんですけど、海沿い行ったら25キロぐらいでしょうね。下宿した時食べ物がなくなって畳に食べた。畳に。ちょっと待ってください。イートレックはゴゴシート貼ってますか。イートレック、あ、何も貼ってないです。もう最近そのあたり、その手のシート貼ったりするのめんどくさくなっちゃって。イブで混むから早く帰ろう。イブで混むから。これ一本海沿いの道行こうかな。県道302号じゃなくて、うん、手前だと電波維持しなくなります、うん、電波、ないとこありましたっけ。特急かな、特急かフェリーで。どうだろう、浜金谷駅から畳で食べられるんだ。金谷港でフェリー乗って栗浜から、まあ仮に横浜まで帰る場合と、横浜駅まで行く場合と、内房線通って、まあ特急使ってもいいとして横浜まで帰る場合どちらが早いんだろう、というのをなんかこれ検索してくださいって言ってるようなもんだから自分でやるか。ちょっと今のうちに神奈川晴れてきました。誰、ちょっと待ってください。軽くざっと計算するか。畳と思う、これでいってるかな。声がいってるぐらいの転送速度。あ、行き始めた。すいません、 FMLE 死にました。 FMLE はなくなりました。で、あと7分か、微妙だな。また忘れないようにしないと。本当だ、木が怖い。プライマリーサーバーエラーというのは FMLE がなぜかサーバーにつながらなくなる現象のことを私は言ってます。船の方がやっぱ早いですね。船だったら浜金谷の駅の近くからスタートしたとして、まあ、フェリーの待ち時間とか乗り換え時間がある程度かかったとしても2時間ちょいぐらいで家に帰れるはず。横浜までたどり着けるはず。それが内房線の鈍行だと3時間ぐらいかかるんですよ、横浜までぐるっと回っていくのに。船、あ、でも船は多分乗り込んだらホースを止めて寝ちゃいますね。あ、なんか暖かいし。アクアラインの方が安くて、安くてどうだっけ。いや、バスの方が高いか。車道走ろうと思ってるんですけど、ちょっと出そびれて。で、すいません、コマ数またガタ落ちになります。やはり距離には勝てない。
距離そう、えらくカクカクしますよ、ここからは。枠取り直せば綺麗になるんですけどね、またこの道ちょっと狭いですね。でも歩道もちょっと狭い。ちょうどフェリーの時間に着けばいいけどな。あそこは確かどうだっけ、毎時25分と55分とかでしたっけ。いや片道35分だから違うよな。うん、 SPD です。車が若干、あと気温が下がってる、寒い寒いよ、日は照ってんのに。次どころじゃないですね、まだ私のこのスピードだと。乗り遅れイベント、まあ、とりあえず放送的にはフェリーに乗る時点でまあ終わってもいいかなと。その後はもう栗浜に降りて、で駅まで行ってから輪行するだけなんで。クリーン車、今回の旅行は昨日と今日合わせて昼飯代があんまかかってないからな。昼代が昨日500円で今日500円の餃子買ったから、昨日と今日合わせて1000円ですよね。っていうか食事代は普段でもかかってるから差分として考えなくていいと思う。なのであえて今ナンパするようになります、すみません。あの民宿代が、6500円なんですけど、朝晩は普段食ってることを考えるとまあ1500円ぐらい見てきゃいいかな。なので宿代が5000円分と見て、それプラス移動代がいくらだったかな、そう宿泊費と交通費ですね、交通費いくらかな、2000円ぐらいしたっけ昨日。何泊してるの？あ、1泊だけです今回は。なのでまあ昨日今日合わせて1万円はかかってないですね、普段と比べて。まあ自転車旅行ですから結構安めのところに泊まりますからね、時給。あ、フェリーはそうですね、追加料金いくらか払えばそのまま乗せられます。空気冷てー、おかしな、見た目よりもだいぶ冷たいですよ。皆さんがこの映像見てるその見た目よりも。プルトニウム、プルートだからか。よっと。だからかって何言ってんだ一体。全然関係ねえ。結構寒いです。振り返り、今日はどうかな、時間次第ですね。十分寒そうに見えるよ。あ、見えます。なかなか寒いです。空気が妙に冷たい。どうもございます。あ、おはようございます。富士山が見えるかも。富士山はちょっと向こう雲ありますね。そこが、あ、園長だ。園長、まあ、あと20数キロぐらいなんで距離はそんなないんですよね。でも私の足だと20数キロは2時間以上かかる。北陸、うん、雪降るとどうしようもないですよね。よし、 GoPro もどっかからまたもう一遍、もういいか GoPro は。 GoPro もいいかな。今日林道は多分ある程度録画できたはずなんで、ちくら林道は少なくとも録画できてた。まあ夕日が綺麗な時間帯になったらまた GoPro オンにするか。まだ昼間ですね。野良天気ないかな。野良天。あ、でも割と夕方っぽい感じにはなってきてるな。
立山の海を日本一にしべえよ、しべえよ、するべよってことかな。でかいなこの山だ。止まったか。こういうところで止まると後で編集がめんどくさいな。片道大人自転車1020円です。あ、1020円ありがとうございます。足してってことですよね。あとは久里浜から横浜方面までの電車代かな。何の話。そう、今日月曜日。大人だけだったら500、いや700円ぐらいかな、人間だけだったら。あれ前大人500円じゃなかったっけ、違ったかな。今止まっちゃってますかね。あ、サンタ映ったのか。行った瞬間に700円、700円ぐらいですかね。自転車300円ぐらい。その人、ああどうかな、旅行趣味だからそうでしょうね。電車はいくらかな。久里浜横浜だったら500円ぐらいかかるかな。サンタコス、サンタの格好をして、あのバイクで来てる人たちが固まってましたよ。あの木の裏にいっぱい集まったテントウムシみたいでした。そう、サンタピザ。うん、出張、そうですね、今そうですね、出張の回数は規制されてるんで。お金がかかるのかかからないのかわからないロボさんのいいのか。私は自転車本体もあんまりかけてない、かけてないで、かけるべきなんだろうけど、ある程度かけきれてないので、趣味として安い部類だと思いますけどね。まあでも金かかる趣味が悪いってわけでもないし、趣味の世界でなんかとやかく言うのは野暮ってもんですからね。野暮ってもの、野暮ってもんっていうのを普段から使ってみたい。あと今何でしたっけ。野暮ってモンサネ。ロードは私はドロップハンドルが若干苦手で、姿勢的に。ロードを否定するわけじゃないんですけど、そう、姿勢的な話と、あとキャリアとかつけやすいっていうので、マウンテンバイクとかあのクロスバイクを選んでます。でも私がなんかそのロードバイクのどうこうって言いたくなるのは、ロードバイク試乗主義みたいな人がたまに言うからなんですよね。で、ついまたこういうこと言ってしまう。自転車で移動すること自体は燃費があまり良くないよね。燃費、ああ、車よりは多分カロリー的には。ビアンキは割と安いになりますね。うん、そうそう、メンテナンスは、そう、そこのところ恥ずかしいです。お恥ずかしい。絶対、いや、それもまあ人それぞれで、人それぞれで、それだと今度はクロスバイク至上主義者になってしまう。奥和さん、奥和さんは何だろう。あ、オシアスリーか、分かった分かった、ジャイアントですね。一瞬お母さんって聞こえたから何だろうと思ったよ。そう、ロード、あの乗らないのはまだあれなんですけど、ロードにするっていう、そのロードへのアップグレードみたいな言い方を表現されると、いちいちなんか反応したくなるんですよね。マウンテンバイクとクロスバイクは初心者向けみたいな、そこまで行ってなくてもそこまでつい先回りしてしまう。価値、今は自転車旅行に限らずですね、趣味なんだから。ロードは金持ちの
でもアンチ労働市場主義もちょっと良くないと思って、自制するようにしてます。サドルがぴったりしてるの？ロードとクロスの時に使う場所が違う。そうかな、まあ、姿勢的にもちょっと違うんだろうな。姿勢だけじゃないんでしょうけど、まあいろいろと天気ですけど、割と気温は低いです。昨日よりだいぶ下がってきたな。違うものを無理やり比べてる感じ。違うもの、あ、そんな感じですね。旗から見たらどっちも自転車なんだけど、配信、どうなんだろう。ロードで配信してる人もいますよね。3億。三人車、まあ姿勢的に楽ってのありますよね。ママチャリの北海道の大学生を思い出すね。ママチャリか。ママチャリ囲い乗せられるからいいですよね、いろいろと。私にはクロスがあります。クロスですね。だからいちいちこういう話を難してしまう私も良くないですね。私もそのアンチな気配が、アンチなところが自分でもあると思うのでよろしくないな。そう、 AKB で終わらんわ。何言ってるのか分かりませんわ。そう、ママチャリ同じ距離を走らなければいいだけですよ。こういう自転車には格付けられないの？こういう自転車は、私は前マウンテンバイクにカゴつけてました。最初に買った時は。でも輪行の時邪魔になるので外してしまいました。まあ固定のフロントバックみたいなもんですからね。フロントバックよりも強固な荷物乗せなので。おにゃんこ世代もよく知らないです。あの頃からアイドルも知らなかったんで、あの興味なかったんで。電動ん船方、リアキャリアは割ると楽ですよね、本当に。ただシートボスキャリアでもかなりいけると思うな。団子と餅、団子と餅か、団子と餅か、この先は、線路沿いの道もあるな、一応。あ、でも繋がってない。持ち、持ち。自転車が故障した時のために携帯に水に行くか。自転車が故障した銀行の袋、ちょっと待ってください、海沿いだよな。これは左かな。タイヤは何？タイヤは 32C です。この前にギアボックスってやつですかね。長距離の時は財布、携帯以外も棚へ。財布、携帯、おー。でも修理道具ありますよね。修理道具と、あと長距離というか、それ日帰り前提ですよね。着替えがあるかどうかっていうのも違うし、で冬場は着替えが結構かさばる。あと私そうじゃなくても日帰りでもいろいろと着込むために持ち歩いてます。ホタ、そうなんですか。ホタだっけ、ホタだっけ。あそこは近くにホタに見るって書いてボテミって読む林道があるんですよ。ボテミ林道。あそこが今まで走った中で一番なんか秘境感がありました。秘境駅的な。でそれの奥に行くとまた収録があったりしてびっくりするんですよ。林道的に言うとボテミのあたりはおすすめですね。6段、あ、これまだか。5分立ち止まってましたっけ。あれ、これまだか。早すぎたか。電波ちょっと悪い。もうちょっと電波いまいち。タイヤは 32C です。言ってるかどうかわからないですけど 32C です。
お？あ、そうか、GPS のバッテリー交換してなかったな。尻は私は対策してないですね。あの、比較的痛くないサドルをいつまでも使ってるだけです。尻の痛さは我慢です。尻の痛みはどうしようもないですね。あの、日野翔平さんは一度も尻痛くなったことないとか言ってたけどな。特質体質名、特異体質名。日野さんは実は走ってないだろう。走って、まあ距離は走ってないかもしれないけど、それでも知りたくならないのすごいよな、羨ましい。まだまっすぐでいいか。1ミリぐらい、1ミリ維持するのはなかなか。これはいけるな。サッカー天皇杯の女子決勝やってるね。そっか。サドルに座ってはいけません。尻は改造済みです。改造済み。突起を超えるとちょっと尻浮かせるよね。突起、まあそれはそうですね。あの時に結構尻痛めるので。よいしょ。おすすめ輪行袋ってありますか？輪行袋は私が1種類しか使い続けてるので難しいです。おすすめを言うのが、私が使ってるのは私が使い勝手がいいというだけしか言えないので。尻ってすごい重要なんだね。腕がしびれませんか？腕、手のひらがしびれることあります。しびれるというか、あのずっと圧迫するとビリッといきなりくることがあって、4000円くらいの縦置きの代用。うん、私縦置きの方がどちらかというとおすすめではありますね。柴犬を散歩させてるおじさんはこの放送のレギュラー？柴犬、何の話ですか？必ずそういう人が出てくるからか。私は縦置きの方が車内での置き場所に比較的困らないから個人的にはおすすめなんですが、別に横置きをどうこう言うつもりはないです。車関係、自転車だからっていうのはあんまりないと思うんですけどね。私自身は今のところ下関係で問題感じてることはないし。お、崖にお寺が、あれお寺かな、神社、どっちになるんだっけ。寺か。自転車乗りだけど毎日してるよ。あの崖観音、外観音かな、崖観音かな。来られてないですよ。来られてないですよ。ああ、ダメだ。ここからだとどうしても標識が邪魔になるな。まあ、石を押さえて取っとこう。崖に観音。そう、崖沿いに。ブルーシート。ああ、それは下手したら叩かれますね。あの、輪行の、あの JR の輪行ルールのをなんか原理主義的に守れっていう人は、専用の袋じゃないとダメとかいうところは疲れますね。あと、はみ出しちゃいけないっていうのは、実際に駅員さんに車掌さんに注意されたりもします。おさむ崖っつ、うん、崖の観音ですね。おさむ崖、うん、あ、ここからだと見えますね、ちゃんと。そう、専用のっていうのは定義曖昧ですよね。何をもって専用なんだっていう。まあ、出っ張っちゃいけないというのは確かに危険性とかのことを考えると多少あるかな。ほら、あれ
小豆島にもなんかああいう感じで埋まった崖に埋まってる感じの、何で注意された。あと自作してる人もいますね、ニコ袋は。特に女性でそのデザインにこだわる人は。ガンキアの似てますね、似てますね。そこは似てると言ってもいいかな。あの後ろにあの地層の斜めの模様があるのがかっこいいですよね。うん、いいか。あ、そういう時もありますね。私も一遍あの、大井川鉄道の上の、あの上流の方、井川付近のあのミニ列車になるところで、宿のおかみさんの口利きでなぜか、あのパッキングせずに、あの狭い車内に自転車そのまま入れさせてもらったことがあります。投げ入れ堂、そうそう、投げ入れ堂、あそこもありましたね。あれは鳥取だったかな。確かじっとりさんと一緒に走った時だから、鳥取でよかったと思うけどな。あの辺り、鳥取と島根の境界線が曖昧で頭の中で。泣いてますね。なんかピョリーって泣きますよね。時速は20キロ前後。一応今ここのクライアントによってはちゃんと出ますよね、時速。私自身はこれスピードメーターつけてないんですよ。そう、確かじっとりさんと一緒に走った日にあの投げ入れ堂のとこ通ったはず。なんで油揚げなんだろう。なんでなんでしょうね、油揚げ。それ言ったらキツネもそうだし。お稲荷さん。あ、立山市にから抜けるのか。左島根の右鳥取だっけ、うん、そう、左島根ですね。鳥取と島根混同する、うん、最近は寄り道、あ、今日の道は、今日のこの今移動してる道はあまり寄り道するとこないかどうかはよく分かってないけど、あ、この左道はここから先南房総市ですね。左に行くと止まりだな。うん。たたら海水浴場ってとこに行く道だ。昨日は寄り道したとこと言ったら金山ダムと、あとはまあ寄り道してないかな。目的の林道がはっきりしてたんで。金山で、そうですね、そうなりそうな雰囲気です、今、雰囲気。左ヒラメの右カレーを思い出した。右カレー、あれ、もともとそういうネタじゃないのかな。島根鳥取のあの歌は、歌というか、あの、うん、天気はいいけど気温は割と低いです。でもさっきより少し楽になった。走ってて体温が少し上がったのか、こっち来て少し暖かくなったのか。あ、ビワのことすっかり忘れてた。ビワゼリー買ったんだった。同じ種類でいいじゃないか。同じ種類、あれ目の位置というか左右以外の違いってどういうところあるんですかね。ヒラメとカレーはそもそも生物的にどのぐらい近いんだろう。あれなんであんな似たような形で、まあ、平行進化ってやつかな。同じような環境だと同じような種が、登場するっていうだったっけ。ガラパゴス島でフィンチがなんかキツツキ的な位置にいるフィンチがいたり、うん、あ、今なんて
味が。じゃあやっぱり違う生き物なんですね、全然。同じ目なのかな、ヒラメはなんかいつも刺身のイメージで、カレイは煮付けのイメージだから。味が違うから。ヒラメ、ヒラメの方が高いのかな。稚魚の、非対称になるのは大人になってからですかね。なんかそういう情報見たことあったかな、あったかもしれない。地名がタタラ、福岡にタタラ川っていうのありますけどね。大きくて、そうそう、縁側。身のヒラメの身も結構刺身として食いますよね、白身のお魚。煮付け、あ、カレーですよね。ヒラメはカレーの種類の一つ。ヒラメはカレーの種類の一つ、本当に？ムニエル、ムニエルって食ったことないな。分類学はいろいろありすぎて厳密にすると気が狂う。厳密に、そうそう、なんかどれとも言えないみたいな話もあるんだっけ。カネヤ、カネヤ。プリンスとセーター？ゴリ。私はそのあたり全然分かってないですね。富浦駅の近くですか今。ちょっと少しだけ離れてますね。今右手の方にあるはず、富浦駅。はい、釜神イカメンチ。イカメンチでも買い食いするにはちょっとまだ腹いっぱいだな。水氷座でまだ腹が。富浦ってあるんだね。富浦、富津はまた別ですよね。カレーもどき、イカメンチうまそうなんですけどね。ちょっとまだ腹が減ってなくて今買う気にならない。水餃子が食ってる瞬間よりも後から腹いっぱいになってきた。何の縁側は、寿司の縁側ですかね。確かに何々の縁側っていちいち表現しないですよね。ただの縁側だ。でも縁側の味が似てるんだとしたら、イカメンチ、どのぐらい近い生物なのか気になる。安い回転寿司は大体魚ばかりだね。魚ばかり。カレーの縁側ってことですかね。ヒラメじゃなくて。そうなんだ。私は縁側よりもヒラメの身の方がうまい気がするけどな。サンマの、そもそも縁側ってどこのことなんだっけ。端っこのなんか、シャモは有名ですね。北海道のむかわ町とかに多分出身の人とかに、ここのシシャモがうまいんだよとか言ったら多分聞いてられると思う。本来のシシャモっていうのが全然流通してなくて。カレーは砂に潜んで餌を待つ、目が飛び出ている、目が、形も全然違うんでしたっけ、目のあたりとか。シャモとカペリン、カペリン、カペリンか。画像検索すると全く違う。
あとは白身フライっていうのが大体何でしたっけ、深海魚かなんかでしたっけ。お茶するスペースですね。縁側ですね。カペリンか、そんな名前だったっけ。あの向川町の人たちが白身でしたよね。なんて言ったっけな、ナイルパーチとかって何でしたっけ。そうそう、ノルウェー、わあ、そんなこと言ったら危険だ。その辺こだわる人は多分本当にこだわってると思うので。私はその北海道向川町っていうところで本当のシシャモ食った時には、それが本当かどうかっていうのは知らなくて、まあシシャモだな、割と量少ないなとか思ってました。ピローフィッシュ、狭っ。そう、小さいトンネルですね。メルルーサ、メルルーサ、そうそう、なんかゼビゴに、ゼビスってゲームのゼビゴっていう設定にメルルーサみたいな名前が、ナプルーサだったっけ、ゼビゴの方は。そうそう、メルルーサですね、私が覚えている名前は。が白身フライなんでしたっけ。安くできるから味が深まるんだろう、うん、それは見せ物です。フィレオフィッシュはタラなんだよ、タラって日本語の方がうまそうに感じる。魚っていうのはフィレオフィッシュのことかな、ね、か魚のヒレとか。ああ、漁獲だか。うわ、狭っ。豊岡ビーチ、うん、フィレはあのフィレステーキとかのフィレだから、部位の話じゃないですかね、体の部位の。違うかな。打ち上げなんで、ね、年金年金部位ですよね、多分そうだと思う。いますか。徒歩自転車でトンネルに入るときはスタンボタン押してください。はっ、あ、手目し始めた。ちょっと写真撮って、よっ、はあ、こんなのあるのか、ヒレオ、ヒレオフィッシュ、はあ、結構こういう細かいアップダウンがありますね。あ、延長するか。あ、あれか、トンネル対向表示板にあそこに書いてありますけど、調整中って書いてあります。調整中、つまり私が押したボタンを押すことによって調整中っていう表示が調整中になっただけですね。オチがついた、ちゃんと。そうですか。よいしょ、延長、よしよし、じゃああと7分くらいで着くかな。今3時半ですよね。あと1時間で着きたい。
FE。 ステオフィッシュ、フィッシュ、東京湾フェリーまであと16キロ、16キロなので1時間では着かないな。あれまだ16キロあったっけ。まあでもちょっと急いでいけばそれほど遅れ、あの日暮れから遅れずに行けるかもしれない。まだ意外と距離あったな。さっき25キロって話があったから9キロ来たってことですかね。規制配信は、いや、ですね、27日から31日朝まで沖縄にいて、31日朝に飛行機で福岡に移動します。なので規制配信的なものは特にないです。前と言うなら沖縄が規制する途中の配信かな。東京から福岡に帰る途中にちょっと沖縄に立ち寄ったって感じで、いつもその設定で行ってます。寒いから動きにくくなるね。寒いから、あ、でも体はそこそこ今自分が感じる部分は暖かくなってきてますね。高橋さんにまたフロントホイール持ってもらおう。フロントホイール、あれか、四万十川の時ですね。部屋は私の部屋はないです。私が東京出た後に引っ越したんで。意外か。ライダーさんはツイッター書いてないで分かんないですね。いや書いてるのかな。ライダーさん確かツイッターは数ヶ月数年、うん、ですね。こんにちは、ロカさんかな、いらっしゃいませ。うん、のことが最近のこと。数年前、本当ですよ。東京に来てびっくりしたことは？東京に来てびっくりしたことって何かあったかな。びっくり、びっくり、あんまり人、いや、それほどでも。あ、トンネル、了解しました。あれかな、あの整理するとかしまい込むって意味での直すが、あ、修理するじゃないや、しまい込むって意味での直すが実は方言だったってのを知った時くらいかな。ちょっとそれ、あの机の中に直しといてみたいな。それ直しといて、そう、それ直しといてっていう、それが実は方言だったのが結構びっくりした。福岡の方ではそういう方言があります。祭りのごたる、祭りのごとあるですね。五徳あるかな。これがトンネルですね。まずホテルブルーナイト入り口。トンネル、よし、直す、修理するの直すも同じで使いますね。あ、あっち行った方が良かったか。しまった、あっち側のトンネルの方が面白そうだった。失敗した。今戻ると多分ぶつかる。トンネルの中はなんか生暖かい。ちょっと排ガスっぽい香りがするんで。東京で会社勤めできるってだけでエリートだな。東京で、そうですかね。でも
に分かれてるトンネル内で記念撮影したじゃないですか。3つにありましたね。あれは車まで来てなかったですよ、私の時は。あそこ怖い怖い言いますけどね、あの乗鞍の上りのところ、乗鞍のところですよ、3つっていうのは。あとは秩父の方でもあるし、あとあのあれ、あそこ佐久間ダムのところにもある、天竜川の。トンネル、うん、おお、乗鞍の方ですかね。うん、大型車はトンネル嫌い、横の高速を使います。この、ああなるほど。ちょっと地図は今見えてないけど、この辺りも高速あるんでしたっけ。あ、ありますね。木更津まであと45キロ。トンネル多くて、あとまだ結構登ってますね。よいしょ。どっか内陸の道選んだ方が良かったかな。山陰で、今は登ってるからあんま感じないですけど、登った人の日本、そうですよね、山ばっかりだから、国土の山の割合は相当高い方ですよね。長い登りって言うと今標高30メートル。結構登ってる感じがしたけどな。こちらにもありますかね。ふう、まあ、ただ、電波よろしくないっぽいですね。まだ復活ないか。
スイスやオーストリアも多いですが、スイス山岳ステージ、海の国でもあり、山スーファー、あと13キロ参加しました。もうすぐ街に出るが、自転車レースもドーピングあるからね。ドーピング電波しばらく繋がってなかったですね。コメントも来てなかったです。見た、来てますかね。音だけ、あ、音だけ。東京フェリーに乗るつもりです。あと13キロ、まああと1時間かかるとして、日が暮れてしばらく経ってから到着かな。なので、17時前後ぐらいのフェリーに乗れると思います。うまくいけば50分ぐらいで乗れるかな、あればだけど。体を、いや、いじめるほど走り込んでないですから大丈夫です。明日に疲れが残らない程度に。ビワゼリーは帰りのフェリーで食べるかな。あれまだ復帰しないか。左が海です。来てますかね。車、まあそれほどでも激しい。なんか電波行ってるのか行ってないのかよくわかんないのこれは。道は狭いからな。この房総半島の南側の道はあんま広くないですね。来てますかね。ありがとうございます。あ、大丈夫ですね。この道はいつか来た道。いつか。今ここは何回ぐらい通ってるかな。3回以上は来てるはずですけどね。おっとっとっと。あー、そうだよ。16時ぐらいにまた GoPro つけてみようかな。16時20分の17時20分、意外と遠いな。1時間空きですか。まあ17時20分だったら18時に久里浜着いて、まあそこから1時間ちょいだからまあ大丈夫か。じゃあ17時20分ですかね、フェリー。今から30分じゃまあ間違いなく着かないから、ゆっくり行くか。1時間に1本ですよ。もともと1時間に1本でしたっけ。ああ、じゃあ少ないわけじゃないのか、その時間帯に。なんか3、40分ぐらいに1本あった気がしたんですけど。10分、そうですね。そうか、もともと片道35分かかるから、まず30分に1本ありえなくて、40分に1本もないな。霧山には守らないですか。のこぎり山には今回は登らないです。もう日も暮れてるだろうし。あそこは何時までやってるんですかね。のこぎり山って日本寺のことですよね。あの崖にでとんでもないでかい大仏があるところ。あ、そういや、もうちょっと腹が減ってたら夢のカレー食ってみてもよかったな。あの謎の看板が
いつも気になっている夢のカレー、夢のカレーでいいんでしたっけ、あの変な看板のカレー屋さん、スカレー。竹岡ラーメンってどこですか。日本寺って言うんでしょ。日本寺ですよね。フェリーで猫見たことないですよ、私は。すぐ押せませんよね。北と北の方が寒いのかな。のこぎり山で、うん、っていうの初めて聞きました。結局どうやって帰ることにしたんですか。結局フェリーで浜金谷じゃない金谷港から、あのカーブのどこの店で、カーブの確かそうですよね、カーブでしたっけあそこは。夢のカレーいっぺん食ってみたいんだけど、いつもだいたい朝通るかフェリーに急いでる時間なんで。竹岡、私は知りませんでした。岩井駅、岩井駅が右側の方かな。お使い、ああどうなんですかね。でもカレーはフェリーの中で食うのもはばかられるしな。あれ餃子を作ったの13時前後でしたよね。そんなに遅くに食ったわけじゃないのに、まだ腹が餃子腹になってる。餃子腹。なんか前歩いてる若い女性が悪態をついたみたいな声を出した。今の何の悪態だ。半導体工場があんなところに、なんか工業ってイメージがあんまりないですね、立山は。これ久枝海岸かな。岩、あれ岩井ビーチって書いてあったの。うぶく、夢のカレー、そうですね。夢のとこそんな人気店が、そのとこあるんですか途中に。知らんかった。UMCJ、UMC ジャパン。並ぶの、そうですね。並んでまでっていうのはあるかな。さっき、あ、北側の方ですか。あ、そっち側も行ったことないな。だいたい浜金谷駅から南に向かって走ってます、いつも。世の中にアラブの、あ、それはちょっとわかるな。iPhone。ラーメン一文屋。また登り始めた。並ぶのはコミケと食料配給だけ。コミケ、そう、コミケも年末にあるんでしたよね、確か。相当、あ、コミケの話かな。そうそう、ビワ、私ビワが好物なんで、今飲むビワゼリーっていうのを
昼に買ってデザートに行こうと思って忘れっぱなしで今後ろのバッグの中に入ってます。でみんな右に曲がってるの、なんで、あ、高速に入ろうとしてんのか。よっと、コミケに行ってから年内に服を変え飛びます。年内にトンネルから巨南町なんだっけ。あ、巨南町、のこぎり南と書いて巨南ですね。ラーメン、静岡、今回ちょっと静岡堪能してる時間なかったです。静岡か、ビワ、ビワは甘さとか味はあまりないんですよね。ほとんど香りがメインみたいなの食い物ですけど、私あの香りが好きで好きで、ビワがもうちょっと味が濃ゆい品種とか出たら強いんだろうけどな。ビワが特に好物って人あまりないですよね。もっと品種改良すればいいのに。ほんのりとした、でもなんか味自体ももうちょっと濃いのがあってもいいと思うんですよね。確かにさっぱりっていうところも魅力ではあるんですが、あ、フェリーまであと10キロ。40分だからもしかしたら日暮れまで着くかな。お、着くにいってらっしゃいませ。え、渋いのありましたっけ。渋みはあんま気づいたことないな。渋みっていうのはあの味の中にあったかな。流通に、ああそうですね。でもテレビとかで取り上げられたら一発な気がしますけどね。いや、渋いって感じたことあんまないですね。でもよく味わったら渋みも入ってるかもしれない。そうか、これあんまり早く着いても、まあターミナルの中で暖かいところで待ってりゃいいか。ビワが、どうですかね。たくさんなってるイメージがあるけど、ビワの木には。若い実は渋いのかな。若いのが渋い。あ、若い実はってことか。そう、あんまり気づかなかったですね、渋みって。あ、道の駅巨南まで3キロ。前、道の駅泊をしたところ。道のステーションビバークをしたところ。フィッシュ、あ、ザ・フィッシュってやつですか。さっきなんかなんとか賞を取ったバームクーヘンとか書いてありましたよ、看板、でかい看板に。それがザ・フィッシュってとこですかね。マンゴーは書いてなかったけど、アクのない果実も少ないだろうし、そう、味わったら確かに渋みあるのかもしれない。多分その後味とかでわかるんじゃないかな。甘みに、ああそれはあるかもしれない。そうですよね。崖、温泉ありますね。前そこに入りました。なんだったっけ、番屋のとこにありましたよね。番屋のなんたら温泉、番屋にほぼ併設みたいなところ、あの魚食普及食堂番屋、番屋の家じゃなかったと思う確か。なんだっけ、覚えてないや。お、あそこの店やってなさそうだけど、2階ケーキ喫茶って書いてある。
売り物件って書いてあるな、思いっきり。明日なんて来なければいいのに。明日、それはすごく強く甘いものがいっぱいあるからじゃないですかね。もう普段から砂糖取りまくってますよね。鼻水は今のところそれほど出てないです。さっきまで出てたんですけどね。竹山はなんか人気があるラーメン店らしいですけど、食ったことないです。料理に、あ、入れないもんですか。ホタ、甘いもの対決、暴行、うん、まあ、いい、悪いことなのかどうかってのは微妙だな。まあ、砂糖の供給が将来も安定してるんだったらこれでもいいと思うんですよね。でも砂糖がここまで氾濫してるの方がおかしいっていうんだったらまずいかもしれない。うん。勝山港通り商店街。ケーキ、うん、僕、ああ、なるほど。別に生命に危険ないという。ケーキ、富士はそうですか。そうだね。うん。はい、食べれば。まあ、スイカに塩をかけるようなもんですね。甘みを強く感じるために。皆さんか、ケーキまだでしょ、まだでしょ。でも今日夜ギリギリとかだったら安いかもしれない。明日は半額かな。でもできる限り今日中に売ろうとしますよね、やっぱり。あの、生菓子でもあるし。明後日、そもそもそれ売っていいもんなのかな。今日半額とかどうですかね。うん、あれってケーキって2日ぐらい持つもんでしたっけ。もうすぐ阿波勝山通過。あ、もうすぐって言うか、目の前だ。すぐそこが阿波勝山入り口、勝山駅入り口。ケーキって半額でも高いよな。半額、ノロノロはそもそも何、うん、私もケーキは好きですね。私はあの白いショートケーキが一番ケーキの種類としては好きですね。濃厚でした。量販店のケーキは濃厚だったり、食い物にノロウイルスって湧くんでしたっけ。湧くって言い方もおかしいんだろうけど、ウイルスってそもそも食い物でどこなんでしたっけ、ノロウイルス。あ、でもそうか、1号さんとかは前もやしがどうこうって話だったかいわれか。いや、そもそもなんでウイルスが食べ物に。そう、1号ショートですね。私はあれが好きでございます。貝類ですか。じゃあアサリケーキとかホタテケーキとかあったらやばいんですね。イチゴの、私イチゴなくても大丈夫だな。果物系がなんか乗ってるとそれだけで、乗ってなくても一応大丈夫。昔のケーキのケーキ、バタークリームってやつですかね。最近バタークリームのケーキってあるのかな。そもそもバタークリームどうやって作るんだろう。あ、ここは経験ね。ゲロ。そう、カイワレがなんか風評被害になってましたよね。バターケーキ。カキ。私はカキは一遍当たったことあります。
生まれて初めての食中毒だから死ぬかと思った。なんかすごい寒気と、すごい寒気と、なんだっけ、不関節痛が出てきて、これ風邪ひいたにしてはちょっと症状ひどすぎないかと思って。で、一人暮らしなので、本当にこのまま死ぬんじゃないかとか少し思ったりしましたよ。腹下したりしなかったんで、柿の影響だって最初分からなかったんですけどね。でも前日に柿鍋食ってたし、翌朝にはケロッと治ったんで。鳥わさ、鳥わさって鳥の刺身みたいな感じでしたっけ。漂白、ああなるほど。お、どうするんですか。長崎ちゃんぽんの店がこんなとこにある。うわ、食ってみて、食ってみたいけど。ん、昨日あ、貝は食べましたね。か、さがらみきとぴろ。16時20分は間に合いそうにないです。あと20分じゃちょっとつかないですね。17時20分になります。つまり次は。あれ、あ、外部電源もう切れてる。すいません、忘れてました。今これで来てますよね。で、外部バッテリーが2本目も切れちゃったんで、 GoPro オンにしようと思ったんですけど、ちょっとできるかどうか試してみよう。あ、やっぱりなんかリカバリ処理やってるな。これ多分途中で配信が終わってしまった時にファイルの処理をしてるのかな。バッテリーすぐ切れそう。まあ一応スタートして、で音のタイミング合わせ、時刻を表示して、4時3分、57、58、59、4時4分、よし。さっきですね、自動延長聞かなかったのに手動延長するの忘れてたからです。すっかり忘れてた。まあ FMLE が復活できていいですよ。ちょうどいいですよ。ちょうど FMLE 復活させたいと思ってたとこですから。今はこれで FMLE 来てますよね。よし。さて GoPro はどんだけ録画ができるかな。1時間も持たないだろうな。ちょうどよかった、ちょうどよかった。どこまで、金谷港まで演出用のなんか見つからなくて、100均じゃ見つからなかったです。もう完全に良かったですね。日が暮れるまであと30分ぐらいです。夕焼け、綺麗。夕焼け、ちょっと雲出てますね、あっちの方は。雨ですね、助かりました。餅、今の餅は何。アルコールですか。漂白系には弱いと。あ、道の駅となんだ。気分も。1度ですか。寒いですね。東京湾観光ってどこにありましたっけ。なんだっけ、何かなんだっけ。
夜更け過ぎにやみますね。道の駅巨南、あのピーナッツソフトクリームとか売ってますよ、ここは。うん、だいぶ先だよ。だいぶ先、今のだいぶ先はどれの話ですかね。落花生券、ピーナッツ券。あ、今夕日が綺麗かな。よいしょ。おお。ちょっとだけ雲間から夕日が。あ、観音様。大戸屋来た。大戸屋、確か前巨南に泊まった時はここで遊び作ったんじゃなかったかな。この大戸屋、大戸屋なんだっけ、大戸屋ピザというかバーガーというか、なんかそういうもの食った覚えがあります。交通安全なんとか。うん、また延長忘れてしまいました。また明日お会いしましょう。また明日。ローカルスーパー、あれこっちの方ローカルなんですかね、おでやって。おでや見たのは、寒いの耐えられるはずです。ただ私は寒さ苦手なんで、冬はちょっと野宿できないな。ホタ、あ、番屋ありますよ、そこに。これで温泉名がわかる。何温泉だったかな。思い出の音や。番屋も思い出。まあ美濃岡中央林道を通っていこうという時に、この番屋で食うのに時間がかかる、あの煮付け定食が食っちゃって、時間がないのに何やってんじゃ自分っていう自分ツッコミを、あのサイクリングレポートで書いた覚えが。温泉そこですね。なんて言ったっけ、ラムネ温泉か、そんなんだっけ。あれそうだったかな。あ、でもバンヤード湯で当てたんだ。ラムネ温泉かっこ人工バンヤの湯、そして猫。いやすごく泣いてるな。すみません、バイヤーの湯で良かったですね。コメントもらった方すみません。かわいすぎる、わら、向こう。うわぁ、かわいがられやがって、かわいがられやがって、さすられてる、さすられてる、さすられて、またね、あんとか言ってる。全く自分がかわいいこと知ってやがる。で前あの西の駅巨南に駅寝した時には、悔しがってはいけない。悔しがってはいけない。おお、ここもなかなか綺麗。エスケープ R3 ですかね。雲多いけどなかなか綺麗。いいですね。16時20分のもうあと10分で出ますね。無理。腹の具合、カレー食えるぐらいになってきてないかな、今。ちょっとは減ってないかな。夢のカレー食っていくとちょうど時間的にいいと思うんですよ。あ、海水浴場。夢のカレーどうかな。あ、そうです、結構楽ありますね。あ、タコ。真っ赤に。ちょうどその時に雲が晴れてればいいんですけどね。うん。東京 MX。横浜は、そうですね、地デジは見られてますね。東京 MX は最近あの萌え戦士アニメ見てるんで、間違いなく見られてる。ん？猫のなんてなんて。ケーブルで、のこぎり山登りません。なぜのこぎり山の質問がそんなに多いんだろう。同じ人だったら怒るよ。
カレーがちょうどカレーで20分ぐらいでカレー食ってたら時間的にいいと思うんですよね。そこそこ晴れ減ってきてないかな今。その自分の今正直な気持ちに嘘をつこうとしてますけど、昼に13時ぐらいに水餃子いっぱい食って、そこから走ってきたからもう腹減ってんじゃないかな。ん、今年は何なんて、おお、この景色もなかなか。私はもう全部 C バージョン使ってますね。急にですよね。ただ問題はちょっと放送しながら入れるかどうか。なんか夢のカレーは、ん、何が16時、ん、え、夢のカレー終了って話かな今のは。白鷺ですね。なんかすごく今水面が泣いてたんで綺麗でした。夢のカレーみたいな名前の店は配信できるかどうかっていうのは微妙だもんな。こだわってるところだととんでもないって言われることもあるし。観光施設はだいたい16時まで。うん、あ、16時まで。今の16時はどこの、あ、これ大丈夫か。第23くらいになってしまいます。今日はバッテリーが結構食ったな。てかもう朝から晩までやってたからかな。あ、ロープウェイ了解です。まあこれバッテリーが外部が切れても1時間以上は、2時間ぐらい持つんだったかな。L バッテリー付きなんで。なぜ救助かっていうと、外部バッテリーが切れたタイミングを測るためです。99とかだと多分8時から、そうですね、8時から、16時までだから今8時間過ぎてますね。フェリー配信はちょっとやらないと思います。電波あんまりなくて、あとめんどくさいので。フェリーを私は乗ってしまったら 寝てしまうと思います。眠気はそんなにないんですけど、あったかいところに入ったら多分眠いと思う。スズメがいっぱい。養生は電波ないでしょ。養生、いや一応ですね、前あの e モバイルで配信した実績ある人いますからね。なんかスワットの人が配信してたんですけど、スワットの人がで、ここな昔のネタを全員が知ってるみたいな言い方していかんな。フェリー内結構あることあるんですけど、そう、スワット、あと今の配信するとしたら、そう、すごい姿勢で、そう、マリオさんっていう配信者の人がやってました。逆にあのフォーマだと結構切れたんですよね、私がやったら。あと、あ、そうだ、もう一つ理由がある、大きな理由が、配信するんだったら基本的に外で、あの、そう、外で配信することになると思いますけど、それは勘弁です。あ、それあるかも。あったけど、夢のカレーだけどもやってないですね。やってないな。詰まってます。どんだけ夢なのかが知りたかったんだけどな。今日タイミング的にちょうど、あ、夢のカレーで GoPro のバッテリー切れた。なんていうタイミングで。 GoPro の映像の方は夢のカレーで終了です。ちょっとほっとしました。もう悩む必要ないなと思って。夢のうまいこと言いやがって。あ、1000円からなんですか。あ、なんかまだ電気ついてる人いますね。夢にあの星が入ってます。中にまだ人がいて、こっちを見ていた。日本一、残念。うん、店ですよ。甘味喫茶っていうのもあるのかな。ここもやってないな、もう。いや、潰れてるんじゃないと思いますよ。ここです。ここは昔からあるとこで、カレー、カレー、
いや、今もう閉まっちゃってましたね。もう閉店早いんだな。寂れとるがな。人がいたんで、あの、今でも営業してるはずですよ。もう帰れ。俺の運気測れと帰れ。あくまで夢だったんだ。コネリさんどうだろう、関東にいた間にこっち来たことないのかな。ランチどうでしょうね。中に人がいて明かりがついてたから、さっき閉まったんじゃないかな、もしかしたら。カツカレーは、え、カツカレーがなしって人いるんですか、もしかして世の中に。カレーはありだがカツカレーはなしって人いるのかな。邪道だみたいな人が、金の力であれですかね。さっきコンビニの金下ろしてきたから、あの中の人に向かって窓にあの万札をペチペチやって、ほら出てこいっていう、そういうことやったら怒るかもしれないな。カレーは強い、何でも仲間にしてしまう。カレーですね。カツはカツ、カレーはカレーという人はいそう。カレーはカレー、ああ別の背っていうのあるかな。コロッケもいいですね。プレミア、そうか、タイムシフト的な話ですかね。すみません。あらかじめ前から予約してればいいんですけどね。カレー、自転車で、ああ。セブンあくまで夢だったのか。あ、フェリー乗り場行きだ。カレーになった私はあり。あのココイチのカレー、納豆カレーは結構食いますよ、私は。だからココイチのあれか、カロリーが結構気になるんで、あれ、あの車濡れてますけど、どこで雨降ってた。青森から、青森の横浜町ですね。横浜町でしたっけ。納豆、チキンカツ、ああとんかつかチキンカツかっていうと微妙だな。私はチキンカツの方が馴染みがあるかな。でも学食のカレー、洗車後って普通あれ拭くんじゃないですかね。濡れっぱなしってことあるのかな。あ、それか家で洗ってきたってことかな。俺はココイチはカツ丼カレー、うん、あ、ココイチですかね今のは。やっぱりまだそんなに腹減ってないや、やっぱり正直なこと言うと。うん、とんでもない、トッピングの数がすごい人いますよね。何々と何々と何々ってずっとなんか言い続ける人いますよね。クリスマスケーキは食べましたか。クリスマスケーキ、あ、クリスマスって言ってるのか今。おお、これはこれでなかなか、そう、餃子あれ2人前分ぐらいあったのかな。これなかなかいいですね、色が綺麗。デジカメではちょっと暗めに設定してよろしいですね。 GoPro がまだついてればな。泣きながら、ちょっとじゃあ今止まったタイミングで GoPro の方しまい込んでしまいます。あの殿様状態を少しでも解消するために。あとなんであれちょうど真下に小岩が、岩がモネの絵の湯ですか。メシ候補、ああメシ候補か。うん。月末に、月末に。お、なんかいい写真になった。自分で言うけどいい写真になった。なんでかあの太陽の真下にですね、小さな岩が出っ張ってるんですよ。それがなんか嘘っぽい。周りは雲出てますね。泣いてる。やった、あ、イベントありがとうございます。明けおめ、およく綺麗って言われるよ、ね、よく綺麗。あと、ひよどりがえらいうるさいな。金曜スペシャル、ママって叫んで、ママ、スパゲティ。そうで、写真で撮るとなんかあの岩が少しだけ浮き上がったように映ったんですよ、今。向こうに見えてるのあれ、三浦半島かな、多分。そうですよね。泣いてます。ヒヨドリうるさいんですよ、基本的に。もうちょっと可愛げのある声だったらいいのに、やつらは。夢のカレーを来年食べに配信考えてみてください。うん、あのイソシギって泣きましたっけ。エメラルドなんとかは夏か。エメラルドなんとか、
じゃあちょっと GoPro をしまい込むので、ちょっとチラチラ夕日の方を見ながら。犬がこっちを見てる。ビッグダデイよ。犬がこっちを見ていない。どこ見てる。おお、走る走る走る。うん、散歩してますね。走りましたね、犬が。ダッシュ犬。じゃあちょっとお待ちを。こうして、何ですかって。よいしょ、よいよいしょ。太陽で吠えろ。よいしょ。古夕日学科の総理大臣、私リアルタイムだったのかもしれないけど見てないんですよ。よし、外れた。で、これをちょっとこっちに引っ掛けといて、組み合わせ。うん、あ、しました。向こうの水平線あたりも船が何隻かいますね。と、まだ上は軽いな。で、ちょっと待ってくださいね。夕日の方じっと見てると作業ができない。あ、そうか。ライト、あ、つけなきゃダメですね。忘れてた。鉄の塊なのに、それは何かの間違いです。今日はですね、全部でも80キロ行ってないと思う。予定ルートだと7、80キロぐらいでしたよね。で、ほぼその予定ルート通りに走ってきたんで。瞬間。いいですね。明日仕事。うん、明日仕事です。明後日が私の個人的な仕事納め。古い自転車ください。古い自転車。日々入ってますけど。落ちるなよ。よし、収納完了。ああ。で、あの GoPro、 これいつもこれにこの台に乗せてるんですけど、薄い、最近 GoPro 薄いの買ったんで。こうやってあの木製のなんか木のパネル100均で買ってきて、あの重ねて後ろにスペーサーとして入れてます。これで数グラム重くなってる。びっくりした、びっくりした。ん、何がびっくりですか。びっくりすることなんてありませんよ。うん、手製というか昨日100均でそのラックを組み立てるためのパネル買ってきて、樹脂で固めたあの木の粉をもう樹脂で固めたやつですね。それ端っこのパキッと折って、スペーサー単に隙間埋めって意味ですけどね。よし、じゃあ夕日はこれで堪能したことにしようかな。こっちが落ちた。違う。よし、落ちた時思わず画面に手を差し伸べちゃった。画面、あ、さっきの板が落ちた時ですかね。で、あそこで夕日撮ってるカップルの人が、夫婦の人たちがいる。日本航空124便だね。うん、あ、あそこのバイクの人も撮ってるな、多分。ん？日本航空さっきのですか？綺麗な航空さんか。ん？綺麗な、なんてなって。それを見るロボさん。そう、綺麗な夕日を見る人たちを見る私。爆発なさったら、丁寧語になっても中身が変わってないな。リアルで充実なさっている方々は爆発なさると良いのに。いいカップルか。すごい偏見だ。爆発イブ。おい、我々。あ、そうだ。16時で切れたから、もう少しでこの小学生がカップルの詳しい座標、精密、夜に爆発、夜の爆発。
うー、空気冷たくなってる。あ、さっきの犬だ。もうあと5キロ来たかな。榴弾砲か自走砲ですね。自走砲で SPG で。あ、ライト忘れた。ありがとうございます。つけましたライト。リアミツル。トンネル。この辺り脇道なかったかな。サンタコス怖え。家に帰ったらソルアキラですね。テールランプはですね、ちょっと不具合でつかないんですよ。反射材だけはあるんで。ライトは、いや、全焼とは書いてないです。これは電波切れるだろう。ここは外行けたな。もう出られない。ダメです。しますよね。拒絶。まだか。もうすぐですね。枠内に着くかな。幕はもう残り3分ぐらいだと思いますが、この枠でちょっきり終えたいな。3分じゃ着かないかな、さすがに。今日月曜ですね。振り替え休日。うん、まだ次枠までいるな。まだ復帰しないか。ちょっとチェック。あ、音だけ。じゃあ放置といていいか。音だけ来てます。あ、あと今トンネルの入り口にまた自転車で走るときにはこのボタン押せって書いてあった。コス。ギー。あー、これは確かちょい砂利道通るとこだったか。いや、どころじゃないの、なんか。あれあれ、ここ取れなかったっけ。取れないですね、見たところ。これダメだね、いくらなんでも。オッケーですかね。よいしょ。けしからんお店ですね。わかります。けしからん。よいしょ。行って。ああ、外れた。あと4日。よいしょ。抜け口つながってなかったです、道が。あ、行ってらっしゃい。あ、またちょうどいい感じで見えてる。リロード願います。おー、うるせえ。近いよ、うるさいよ。赤い、むちゃくちゃ赤い。よいしょ。獣道、それのもう少し後からこの夕日映像が。よっ。
今のうるさかったですね。よいしょ。うん、取れた取れた。配信だとどういう風に見えてるのかな。その隙間からかなり綺麗ですよ。復帰してるよ。あ、大丈夫ですかね。うるせえ、わらわら。これは日没の瞬間見えるかな。まあいいか。うん、多分三浦半島に引っかかる、かかるだろうから。綺麗だ。赤いですね。エロい。エロい。綺麗な夕日。あ、イベントありがとうございます。次役、そうですね、ここでじゃあ次役行ってしまうか。お疲れ様です。お疲れ様です。次役の途中でもう港に着いて、あとは配信切ってゆっくりくつろいでます。ターミナルで。お疲れ様です。日が落ちたら寒くなるね。うん、いやもうすでに結構寒いです。でも風がないからだいぶいいな。とりあえずお疲れ様です。あー、こんな風に見えてるのか。もうちょっと暗いんですよね、本当は。ちょっと間に合うほどかからんけど、少し調整してみて。あー、ちょっときつすぎるな。コーストか。コーストが。お疲れ様です。赤さが映ってないな。これじゃ足りない。こんな感じかな。結構傾いてる。てか水平線がどれがよくわかんない。プレビュー画面だと。じゃあまた元に戻して、いや一応枠の終わりまでこうしとくか。終わってんのかな、終わってないのかな。まだ終了が、終了と判定されてない。うん、ニュースが。これできましたかね。メリークルシマスイブ。ちょっと明るさを変更して。また詐欺か。炎の枠だけ。いや詐欺じゃないです今のは。でちょっと待ってください。もう日が沈んだんですけどね。ちょっとフォーカス手前に持ってきて、今向こうがどう見えてるかって、これで映せるかな。こうこう、なんかですね、端っこの方がちょっと島の端っこ側に浮いてるんですよ、海から。見えますか？こんな感じ。これって蜃気楼みたいにちょっと光が反射してるからなんですかね。光が曲がってるからなんですかね。と、今言ってるか分かんないな、これじゃ。なんとなく。なんとなく、暗いかな。なんか浮いてます。島。うん、ちょうどあなたにさっき日が沈みました。枠取ってる間に。憎いやつ。オレンジ色はどっちだっけ。本当は黄色いけど、なんかオレンジっぽくなるんですよね。いや、太陽はもう沈みました。赤い。お、配信だと多分ちょっと光ってるだけに見えるだろうけど、あそこむちゃくちゃ赤いです。赤すぎるよ。ん？あ、写真結構近い色で撮れたな。じゃあもうあと金谷湖まで行って、そこで配信終了します。と、赤すぎるよ。赤すぎる、すみません。配信だと分かんないですね。解説入れるか。うん、解説をちょっとだけ。デジカメだと赤いね。デジカメだと赤く分かるんですけどね。じゃあ通れなかったのでバイバイ。赤いから、うっ、ちょっと今あの海沿いの道行こうと思ったら繋がってなくて、なんか海に、海岸に降りる道でした、これは。ああ、地震前触れ、地震雲とかですね。確かにそう言いたがる人いますね。で、自転車、徒歩自転車でトンネルに入るときは下の赤いボタンを押してください。果たしてこれが本当に機能しているのかどうかわからんけど、一応していく。でまた多分電波切れます。何があるんだ。どの線は行き止まり
意味が。一人両論か。さあ、自転車が通っていますって表示が出てるはず。出てないかもしれない。さっきはなんか振り返ってみたら調整中って書いてあるだけでした。電光掲示板に。まあ、でした。あ、歩道なし注意、歩道なし注意って書いてあるだけだと。崩落はしないと思います。崩落も最近のトレンドワードなのか。隙間あると、そうですね、スノーシェッドとか言いますかね。シェッドってどういう意味なんだっけ。この辺りなんか工事中なのか、まだ。風冷たくなってる。あの辺りかな。港っぽいのが見えてきました。更新したらトンネル出てた。自爆ボタン。自爆ボタン。機能していない。機能してなかったのかな、どうだろう。調整中ではなかったんで。私が押してしばらくは自転車っていう表示がされてたのかもしれないです。127号ですか。127ですね、多分そうだと思う。地図だと奇跡に隠れてしまって見えてない。結構寒くなってます。道が新しい。道が、そうかな。雨、これが通行止めになったらって、そうか、内陸の高速使うのか。高速とあと一般道もありましたよね。自転車だと大体この海沿いしか通らないから。ん？歩行者。空気冷てー。今週は温めてあげたい女子大生です。お、女子大生の人、あなた今日来てなかったですか。いらっしゃいませ。わらわら、あの枕言葉がいろいろ変わる人。夏場に来ると臨海学校でにぎわってますよ。ああ、夏場はそうですね、こっちの方は夏は結構海水浴客来るかな。久し、久しか。なるほど、シェットは久し。冷たい。本当に気温下がってきてる。この後フェリー乗り込むのはいいけど、栗浜港に降りて駅まで行って駅前でパッキングするのが寒くて億劫だ。ロープウェイ乗っちゃう。ロープやりますね。16時まででしたよね、確か。残念ながらもう終わってます。もうすぐです、ですね。上着はあります。もう一枚だけ雨具がある。あれ、ちょいますちょいます。着物買って帰りましょう。着物ですか。あれ、あ、デジカメのバッテリー切れてる。あ、のぶぞうさんいらっしゃいませ。結構ツイッターの方でもメンションいただきまして、すいません、ちゃんと返事してなくて。最終フェリー故障のため休止しました。最終フェリー、まあ列車でも帰れますけどね。残念ながら、残念ながらって言うと、なんか寒さで、でもいきなり切れました。さっきまで夕日取れてたのに。じゃあちょっとバッテリーを、最近なんかデジカメバッテリーが不調なんですよね。お土産、自分へのお土産ですよ、それ。リュック、リュック、バッグのことか。いえいえ、頑張ってください。ありがとうございます。
このパニアバッグは結構いいものですよ。あの 雨に対して弱いっていうのがあるんですよね、オルトリーブのやつは。一応レンカバーあるけど、本格的な雨に降られると。どこが通行止め？自走で朝までは着くでしょうね、多分。うん、一晩一心不乱に走れば。旅終わったら、すれ。だから誰に向かってのお土産ですか？明日会社に持って行って、干物のお土産です。会社で渡されるとかなり困りますよね、干物とか。もう新聞紙包んでもらって帰って。事故に食べられないと結構困りますよね。1のスペック、 1ってなんだ。バームクーヘン、ああザフィッシュでしたっけ。ザフィッシュで、あ、金谷丸、金谷丸と白浜丸と、もう一隻ありましたっけ。2隻だったかな、もう一隻なんかあったような。3日後に、そうですね。あ、どうぞどうぞ、ありがとうございます。ロボさんは会社でもよく喋る人ですか？会社で、いや、会社はそもそもそんなにあまり喋らない職場ですね。恋人の聖地、恋人の聖地って何？まあ、行きませんけどね、恋人の聖地には。あ、栗浜丸と金山丸と白浜丸でしたっけ。白浜いますよね、確か。紐の渡すと誤解される、どういうふうに。3席に売却、え、本当に今2席体制なんですかね。ミッカート、サスケ食堂、この店はやってないですね。もう閉まってる感じ。ラボで休まないです。あと私んちラブホじゃないし、辛いのせいか。カメラろうそくないと。お、何かやってんのかな。で、あ、ザフィッシュ、あれか、あそこであれバームクーヘンとか売ってたんですね、知らなかった。なんか今の言い方、レッドの持田香織みたいだったぞ。レッドの持田香織、レッドの持田香織、レッド、ロトじゃなくて。年末年始沖縄に行きます。ザフィッシュ、高いんですか。バームクーヘンって書いてあるの、すごいな。あれバームクーヘンあんなに前だ押し出してるなんて。で、向こうがあのフェリー乗り場ですね。エルト、エルト、あら持ってる、あら持ってる。ザフィッシュってこれか。この中にお菓子の店とかあったんですね。まあでも配信的にはとりあえずフェリーターミナルの前まで行かないと。そう、芸能界に疎いどころの話じゃないですよ。エブリリトルシング、ああ略称ってことか。そのユニットの、そう、グループとか、グループとか言い方しない、ユニット、ユニット。車検証、なぜ車検証って何でしたっけ。まあとりあえずこれで到着したので、電波組何のことだか分かりません。まあ分からないのはいいとして、じゃあこれで配信は終わって、あとはくつろぎます。やっぱり今日の感想としては、なんだっけ、クソ、名前がすぐ出てこなくなる。チクラリンドは良かった。あ、車、じゃあちょっと待ってよ、あの配信がちゃんと終了できるかどうか分かんないから。やっぱりできない、ちょっと待ちください。ちょっと待ちください。しゃがらみ、しゃがらみ、きっとと電波組は、ちょっと待ち、今ちょっと配信終了ボタンが押せるようになるまで待ってください。もうちょい、もうちょい、もうちょい。お疲れ様、お疲れっす、お疲れにゃんこ。ゆっくりしていってね。自転車を収納すれば自転車料金取られない。電車、あ、そうですね、リンコ袋に入れば取られないです。パッケージ必要なし。じゃあ
ありがとうございました。お気をつけて。お疲れ様です。体温めてくださいね。栗浜上映配信は確か。うん、それ返してないです。ツイッターで。じゃあ。